メルネート、またはメリトネートはエジプト第一王朝期の王妃、摂政である。彼女自身でもエジプトの政治を行っていた期間があったと考えられており、この可能性は複数の公式な記録に基づいている。彼女の知性は紀元前30世紀のどこかであった。メルネートという名前はネートに愛されるという意味であり、 彼女の石碑にはその神聖のシンボルが描かれている。彼女はジェトの妻でデンの母であった。メルゲートはジェル、ジェト、デンの名前とともに多くの印象や湾に掘られている。メルゲートはジェルの娘であった可能性もあるが、明確な証拠は見つかっていない。デンの母としてメルゲートはジェトの妻であった可能性が高い。彼女の母については何の情報も得られていない。 息子のデンの墓から発見された、円筒印象には、王の母、メルネート、キング・エス・マザー・マーニースと掘られていた。また一方で、デンの父はジェトであったことが知られており、そのため、メルネートは、ジェトの王妃であった可能性が高い。メルネートは、夫のジェトが死去した後に知性を行ったと信じられている。しかし、彼女の称号には、議論がある。ジェトが死んだ時、 息子のデンは国を治めるには若すぎた可能性があり、そのため彼女はデンが成長するまで摂政として政治を行っていた可能性がある。メルゲートがエジプトを治めていたという最も強い証拠は彼女の墓である。アビドスにある墓は非常に珍しい女性の墓である。メルゲートはジェトとデンの近くに葬られており、その大きさは同時代の王の墓と同じ規模である。 彼女の墓の近くからは二つの墓碑が発見されており、この石碑にはメルネートの名前が彫られている。しかし、彼女の名前は王の特権であるセレクには囲まれていない。またメルネートの名前はアビュード奏名表にも載っていない。第一王朝のファラオの一覧を記した印象はカーの墓から見つかっているが、この一覧でもメルネートの知性については述べられていない。その他、 メルネートの名が現れるものには次のようなものがある。メルコップのセメタリー B には、エジプトの第一王朝及び第二王朝のファラオの墓が集まっている。メルネートの墓は、第一王朝の他のファラオの墓が集まった、アビドスのウンムエルカーブ地区にある。石星の二つの母碑が彼女の墓であることを示している。1900年に、フリンダーズ・ピートリーは、メルネートの墓を発見し、 これを未知のファラオの墓だと信じた。墓は発掘され、日干しレンガ作りの巨大な地下室が少なくとも40個の、メシスの小さな墓に囲まれていることが分かった。彼女の墓の中からは、死後に彼女を太陽神のもとに連れて行くための太陽の船が発見された。ありがとうございます。